お疲れ様です。国万長者合宿本来の形に戻ってまいりました。あの、山太郎さん関係のね、動画をお聞きしたいの方、申し訳ありませんけども、それはそれでやっていきますので、えー、引き続きね、ご覧いただければと思います。で、今回の吉谷さんからの動画のレスポンスになりますけども、あの、売り上げの100円ですね。これ私本当にね、100円っていうのは100万円だと思ってるんですよ。で、本当にね、 お客様にお金をお支払いいただくこととかお客様に商品を受け取っていただくことっていうのはあの非常に難しいんですよね難しいけれどもビジネスってそれをやることですから簡単なビジネスってたくさんの人が参加するからすぐ飽和しちゃうんですよですんで自分だけのお客さんを捕まえる自分だけのファンをいかに見つけていくかってことが大事になってきますあの昔ねネオヒルズ塾っていうのがありましたけども ネオフィルズ塾がどんなに有名であってもそんな塾に脇目も振らずに私の塾に入ってくださった方もいますでどちらかというと私の塾を塾をして結果が出た上でもともとのネオ・ヒルズ塾ってのはどんなもんですかっていうふうなお問い合わせいただくことはありましたけどねメインはやっぱりあのお客様からすると大きな組織だろうがそれがたった一人の個人であろうと最高のものを受け取りたいわけですよね で最高のものって何かっていうとこの人は逃げないこの人はきちんとやってくれるはずだとその上で自分も結果は出ないかもしれないけども依存するわけじゃないんでそれを買えば何とかなるかどうかわからないんだけどもでもやれるだけやってみようかなっていうのはこのあれですよねそもそも商品に疑いがある人って買わないじゃないですかじゃあ商品にケチつける人はどんな人って言ったら買ってない人ですよね買ってない人がああだこうだ言うわけですよ で、もしね、買ったことある人が、その買った商品にして文句言うってことは、自分の目利きがなかったってことでしょうね。自分に扱いきれる商品を買わなかったっていうことだと思います。まあ、これはね、特別なことじゃなくて、日常生活でもあるんですけども、まあ、例えばね、お腹が空いたからって言って、美味しそうな看板のかかった飲食店入るじゃないですか。そうじゃないこともあるでしょう。じゃあ、その時に、おーこの金払ってられるかーってね、帰る人もいますけども、そもそも、 どういうふうに感じるか。味ですとか出来栄えとかね。そういったものって、すごく移ろいやすいわけですよね。だからビジネス塾に入ったけども、本当これ人の心理としてよくあるんですけども、買うまではものすごく期待値が上がっていて、モチベーションも上がっていて、欲しい欲しいと思うわけですよ。なぜなら自分が持ってないからです。で、買ったぞって手に入れた瞬間に、明日でもいいかって気持ちになるんですよ。で、結果、1ヶ月たち、3ヶ月たち、あれ1年経ってるわ、と。 積極買ったのに全く手をつけてないなみたいなことになっちゃうわけですよ。それってだから、売り側の責任なのかなと思っちゃいますよね。よく釣った魚に餌はやらないみたいなことをね、恋人関係に例える人いますけども、そうならないようにビジネスだけは。もうお金はね、待ってくれませんから。自分が稼がなければ、稼ぐべき、手に入れるべきだったお金は他の人が持ってきますからね。ら悔しいのは、私も経験しましたし、吉田さんも経験してますけども、 あの一旦はね塾に入るんですよねでもいろんなところに気になる情報を探しに行ってそれでもでよそで詐欺られてお金なくなっちゃってやっぱりここしかないって返ってきてくれるんですけどもその時に新しい商品を提案してももうお金ないんです詐欺で騙されちゃってお金がないんですとだからなんとかタダで入れてくださいとは言わないんだけどもそういうようなことを感じさせるね 泣ききが聞こえてきますけども何でお前詐欺師に金払って真面目な俺に金払わないんやんみたいなねそんなことになっちゃうんですよねはいということでね、あのー、お金払う時はご用心ご用心ですけどもでも話戻すと100円でも売上作るのは本当すすごいことなんですよもしね100円がどうしようもないとかねしょうもないと思うんだったら試しに100円の商品作って売ってみてくださいってことなんですよ、ね、多分売れないと思いますよ100円売って その姿を笑う人に100円売れないですね。でも100円売ったのすごいねそれは本当にこれから何千万何億稼ぐ一番最初の100円だよ。すごいよっていうふうに言える人はやっぱりやりきった人を稼いでいる人じゃないかなと思います。それではお疲れ様です。